カモカモとシャトリー。はい。だからちょっとまだ照れがあるね。久々にしては結構あったんじゃない？あった？そう。あってた、あってた。というわけで本当に久々に放送になりましたが、はいはい、ね、気がつけば2023年もそろそろ終わるよ、もう。うん。ゆく年越したよ、本当に。ね。ね、どうだったかねっていうような話をしてみるかというか、まあね、年末だからね、やっぱり、うん、振り返りますか、振り返ろうか、うん、もうあまりに忙しすぎてさ、このね、ポッドキャストもちょっとそうだよね、あのなんか今年なんか自宅で仕事してることが多いのに、それでも時間が取れなかったね、むちゃくちゃ忙しいし、なんかさ、結構体調崩してたじゃん、うん、何回か。体調崩してたね。そうだね。あの、相性だから、来年翻訳じゃない僕ら。あ、数えでね、42になる、うん。そう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 。ね、あの実年齢は41になる年だけど。うん、うん、そう。ちょっとなんとかした方がいいか。もう始まってるから。お払い行くよ、お払い。お払い。ね、お払いした方がいいよね。うん、そうだね。まあでも今年は前役っていうことに。なったわけですよ。でも確かに前役だった。あれでしょ？エシャキリンを立ち上げて。エシャキリンは、まあ、いいことだけどさ。うん、やっぱとにかく、ね、病気だよね、今年はね。最初肺炎になったんだっけ？肺炎。肺炎がね、ね、6月。それシーズン？肺炎シーズン？違う。あの、単にね、忙しかった。うん。てかね、エシャ始めて、これ画面はね、みんな映らないから、ちょっと振り切りくんにだけスケジュールとか見せると、うん、僕もこんなもん、ほぼね、ほぼなんか全部入ってるね。うん。入ってるし、なんか意外と几帳面な感じで、綺麗に書くね。これはね、あの、うん、妻が書いてる。ああ、そういうこと、マネージャーの、そうだよね。マネージャーの、あのね、字じゃないなと。それはこれ僕の字じゃない。あの、うん、だから、なんかあっても、一回メモ渡して、これ書いてって言わなきゃダメだ、ね、なんか僕の汚い字がここに入ると多分嫌がるから。そうなんだ。本当にマネージャー。マネージャー。一応妻の予定も入ってんだよ。うんうん。あの、お祭りどこ行くとか、なんか。うん、おみこしがつくから。うんうんうん。でもまあ、基本、僕の締め切りとイベント日、会日とかが入ってる。そうなんだ。うん、今はのアプリとかでさ、こう共有アプリとかあるじゃん。そういうのは。いや、もう紙が一番いい。紙が早い。じいさん、うん、あの。そこにね、プラスアルファなんか書き込んだりとか、それが割とね、うん、大事だったりする。本当？筆者の名簿も、うん、まだ僕紙だよ。原稿用紙、縦紙、20×100均の、100均の、うん。あのね、これとは別に、あの、ちゃんとネット上では住所とか、うん、あの管理したものは綺麗に管理したのちゃったんだけど、手書きも同時進行で続けてて、これは新規会員が入った時にいつ来て、うん、この人はどこの地域に住んでるかとか、うん、何かその人の事情がある場合とすごく忙しいとかパソコン苦手とかそういう情報があったら、そこ、うん、そういうのを小さく書くのよ、うん、そうなんだ。あ、連絡届かないな、大丈夫かなと思って、こう、なんか見たら、パソコン苦手っていうメモがあったり、あ、そうかそうか、じゃあこれできないんだとか、うん。なんかそういうのがわかるから、この手書きメモが本当に。一、うん、人ずつが、名前とかデータで認識してると、どういう人かわかんないから、うん。会える人はいいけど、会えない人のことをね、認識するには、どこに住んでて、どういう人かとか、あの、なんとかさんの友達とか、なんか、もともとどこの傾斜にいた人とか、なんかどういう動機で入ってきたとか、なんかそういうことをね、結構、ちょっと書いてる。うん。じゃあまあ、今の若い人分かんないと思うけど、昔はさ、その電話の横にさ、ガチ電話、はいはいはい、あったじゃん？あったあった。で、まあ、一票順とかになっててさ、うん、ね。あれでも大事だと思うよ。うん。あれでも、だんだんやっぱなくなってったよね。うちも実家ないもんだもん、多分。あんのかな？今は。だって携帯だもん、かけるのも。でもさ、携帯とかパソコンってさ、うん、結局機械が壊れたら終わりじゃん。まあ、そうだけど。あの、うん、紙の方が長くない？本当？紙だって火事になったら終わりじゃん。
いや、でも家事以外大丈夫じゃん。自信。でもなんだっけな、紙の本は滅びるかみたいなさ、評論が昔なんかなかった、なんか英子が書いてるやつだっけ、なんか、あの、機械か、うん、紙の本かっていう論争みたいなのがあって、うんうん、結局紙が一番強いっていう結論だったの。うん、まあ、機械は、ね、なんかあの壊れたりとか、うん、あのデータ変えるとかね、なんかするときになんか不備があるけど、紙は結構持つと。うんうん、持つと言っても、まあ、数百年持てば、こっちはまあね、数十年持ちは十分だけど、うん、機械よりは安心できるかなっていう。でもまだ僕なんか電話帳の方が偉いみたいな思いがあるんだと思う。何と比べて？その携帯の。あの携帯の中より、うん。で、同時に使ってるけどね。うん。あの、サマーウォーズってあるじゃん、映画の。うんうん。あれ、見た？サマーウォーズ。毎年夏になってるやつ。うん、うん、あの、よろしくお願いしますってやつだ。ちょっとキュンキュンするやつだよね、うん。キュンキュンする。上田がね、舞台の。うん。あれさ、おばあちゃんがさ、なんか、うん、電話帳かなんか見ながらさ、へ、電話かけるじゃん。いる、え、あそこが一番いいシーン。いやいや、もう覚えてないわ、そう。ダメで、毎年見ないと。毎年見てない。テレビないから、うち。あ、ないの。うん。あえて見ない、昔のやつ。でも、うちもね、テレビあるけど、朝ドラと大河ドラマしか見ないけど。岩盤のとこ耐えてんだよ。ランマンじゃないよ、もう。もう終わったか。え、本気で言ってんの？え？ランマン終わってるじゃん。え、今だってブギウギじゃん。ブギウギ？え、じゃあ、岩盤って言って、岩盤。あ、岩盤ランマンじゃない。ランマン、ランマンって言ってるから。ランマンもさ、わかんない。だから、見ないから。ランマンは何？何の、あれだっけ？牧野さんのやつ？牧野さん。あれ、それがランマンね。あれね、昔の同僚が書いてたのよ。え、そうなの？あの早稲田の演博時代、演劇博物館の時のジムのとこにいた長田さんっていう、もともとミュージカルとかを早稲田の時に書いてた人がいて、うん、事務職をやって、井上久志の最後の弟子なの。で、本人もそんな近くにいたのに見てないの、なんか。じゃテレビがないからね。そう、白状だよ、そ、見ない。いや、もうめちゃくちゃ応援してるよ、心の中ではね。応援しないと。応援はしてる人は。ちょっと見れなかったんだけど、そう、そんな縁があるんだね。そうだから、キリンがランマン見て、今日もなんか一日始まるみたいなツイートしてて、うん、よし。でもね、忙しすぎてランマンがあと40回溜まってんの。溜まってんの？溜まるってあるんだ。うん。あの、だから、録画予約してんのに、はいはいはい、朝ドラを。溜まってくんの、ね、でも、朝忙しい時あるじゃん。うん。で、8時から講座の時もあるから、うん。そういう時見れないと、後回しになるし。はいはい。15分とはいえ、うん、4は溜まったら1時間じゃん。うん。1時間テレビ見る暇がないとかね、結構 あるから、うん。あの大変、溜めると見れなくなる。そりゃもうこのカモシャクも、なかなかね、取れない。できない。昔ほどできてないよね。うん。まあ今年どんな年だったかって、なんか、そうそう2023年、ね。まあ、うん、まあ、病気が一つと、病気の話だったの、うん。大きかったね。あの、初めての肺炎と、うん、初めての体調方針ね。いや、でも増えてんだってね、今ね、若い人で。30代でも、20代でもいる。いるらしい。なんか両方いるらしいね。肺炎も体調方針。まあ、結局、体が元気だったらかかんないようなことが、弱ってるとかかっちゃう。うん、だからコロナ以降、特に多いって聞くね。免疫がちょっと弱くなってるみたいな。いや、かなり弱いんじゃない？今。かなり？本当？と思うよ、うん。すごく清潔にしてるしね。あの消毒すぐして、うがいも。で、それすごくいいことなんだけど。いや、俺しない。え？しなきゃダメだね。こういう公共の電波で。これダメだよ。うん、今カットでカットで。うん、いや、でもやっぱりなんか、あんまり。潔癖症の人花粉症になるとかいろいろ言うじゃん。うん、あの菌がなさすぎるのも良くないとか言う。そう。花粉症？あ、僕はね、大丈夫。鼻炎があるから。ああ。鼻炎もあんまり、ほこり。喘息ももともとあった。喘息もあった。でも喘息はね、うん、小児喘息だから、そっか。ほぼ、パンチで。あ、肺炎の時に喘息がまた出てきてる。コロナの後遺症の一つで、
子どもの頃になって完治した病気の菌が復活するってことがあるんだって。本当、でも帯状疱疹とかってそういうことでしょ。あれ水疱瘡の菌。そうだね。うん、ね、水疱瘡の菌が、まあ、それが8月で。体育甲子園の後だっけ前だっけ後だっけ、うん、あと。直後にあの病院に行って、皮膚科の先生に、なんだこれはって言われて、え、そんなに僕、なんか、え、なんか、そんなに悪い病気なのかと思って、ちょっとびっくりして、うん、なんか、気持ち悪いブツブツできてるなと思ったのよな。背中にね。うん、いや、あのね、はい、膝の裏。へぇ、あ、そうなんだ。胴体のとこじゃないの、体調不良。全然できない。膝の裏にできて、うん、だから、汗もだと思う。うんうん、夏だし。だから、毎日クリーム塗ってた。うん汗もだと思う。だからその辺、うん、あの胴体とか首にできて痛かったら、うん、あ、これはって思うけど、うん、膝裏にできると思わないじゃん。なんか太ももとかならまだちょっとわかるんだけど、うんうん、いやあれでなんか行ったらなんか針刺されて、その成分みたいなの見るとすぐ帯状疱疹の菌が入ってるって。だってあれさ、なんか出始めて何時間以内だっけ ?48 だっけ。いや、僕も明けに過ぎてる。あ、過ぎたか。過ぎてる。でもかなり毒が回ってると思った。あらららららら。うん。ただ、うん、足だから、うん、足から登ってくるのよ、毒が。うん。だからさ、脳まで遠いじゃん。うん。だからちょっと助かったけど、ね、なんか体に異変があったら、とにかくすぐにお医者様にかからないとダメだというのは思った。うんうん、もう、なんか我慢してたら治るってもんじゃないんだと。わかんないからね、素人ではやっぱり。あかん。あ、肺炎ってあれ自分で治んないらしいよ。うん、寝てた分だけ菌が増えるんだって。うん、もう薬で殺すしかないらしくて。うん。なんか、肺炎我慢してるともう死ぬしかないらしい。肺炎我慢するって聞いたことないもんね、そもそも。いや、でも肺炎だって思わないじゃん。ひどい風邪だと、うん、咳がこう出ちゃってね、苦しい。そう、でも風邪は寝てたら治る。よかったね、結核とかじゃなくてね。ね、でも用心しないとこれから何になるか分かんないから、体は気をつけようかな。でも大きかったのはその肺炎と帯状疱疹だった、今年は。そうね、そこから用心し始めた。でこれ8月だから、まあそこからまだね、うん、4ヶ月ぐらいしか経ってないけど。うん。まあ、そっからも、まあ、ずっと忙しかったよ、なんか。なんか、いろんな仕事したかな、なんか特殊な仕事が多くて。うん。3月がね、小沢みのるさんとの対談があって。うん、ああ、あったね。やってたね。沢をね、20年分読むっていう。うん。なんかちょっとね、ちょっと信じられない仕事量と。うん、あの活字になったのを読んだよ。ああ、あの、送っていただいてるので、ね、大変だった。大変だったけど、まあちょっとやっぱりね、うん、面白いよね。面白いし、小沢さんさ、ああいう時なんか電話でなんかこうよかったらぜひって電話でこう依頼を、うん、したらもう断れないよね。小沢みのるさんから電話来たらさ。もちろんやらせていただきますってなるよね。でも人の心をね、やっぱり掴むね、小沢さんは。掴まれたんだ。掴まれた。小沢さん、あ、じゃあ小沢さんなら頑張ろうと思って。うん。うん、もう20年分読むっていうことだとさ、もうだいぶ前に依頼が来るんじゃないのかい？来るけど、うん、来るけど、その、終わんないの。多すぎて、作業量が。はい、文字すごい小さいし、うん、だって1年が12冊あるわけでしょ、うん、そう思うとね、そうそうそう、結構時間かけてやったけど大変だったね、うん、いや、そう、なんか去年それこそ1年分読むっていうのがあって大変だった、うん、1年分で1年で大変でしょ、うん、そうでしょ、うん、それをかけ20する、うん、終わんないでしょ、なんかデータでくれるんだけど、でもね、あの、結構面白いのが、だから、あの、愛子知恵さんとかさ、サルマルさんとか、うん、あの、もう、名の出てる俳人
がいっぱいいるじゃん、差は。で、その愛子さんでもずっとその週くらいに上がるわけじゃない。なんかこう、強い作家がいっぱいいるんだよね、差は。あれすごいと思うね、だから。ね、そういう風な結社にしなければならないなとか、なんかそんなことも考えながら読んでた、差はを。なるほどね。自分のとこどうするかとかね、考えながら。はいはい、すごくね、勉強になったなとは。でもいいタイミングでの、なんかいい仕事だし、ね。だからそれはさ、それがあるから、一つ勉強させてあげようという思いもあったと思うよ、小沢さんに。ね、さすが、実る小沢さん。さすがよ、もう。うん、はい、今年といえば、うん、師匠の話とも関わるんだけど、うん、初めてさ、伊那に行ったわけよ。あ、伊那ね。はいはいはい。で、まあ、これのラジオ聞いてる方は、ご存知じゃない方もいるかもしれませんが、私の師匠は、伊藤稲尾というね、はいはい、いう人で、伊那出身の長野県の方なんですけど、うん、大体みんな結社の人は、伊那行ったことあるんだよね。行ったことあるっていうか、もう、しょっちゅう、俳句大会とかまで出るから、なんか本当に行ったことないって言いづらくて、今まで敏感にいながら、そうそう。で、今年初めてその清月さん、うん、なんだっけ、俳句大会みたいな、はいはいはい、っていうかあれだよね、バーター、キリンのバーターでバーターじゃないダイダーで、いや、ダイダーじゃないけど、うん、まあでも愛子さんとも久々に思い出きて、うん、ですけど、それ初めて行ったのが思い出かな、9月かな。え、なんかソースカツ丼食べた？食べた食べた、もうついてそうそう。もうあの分厚さがね、すごかったな。美味しいよね。あれさ、食べてるときさ、お腹いっぱいになるけど、しばらくするとまたあれ食べたくなんない。うん、そう。あれ、欲するんだよね。うん。あと、ローメンね。ローメンもね、美味しいよね。あれ美味しいっていうか、ローメンだったな、うん、ローメンはあれだから店によって当たり外れがめちゃくちゃある。そう、2回食べた、夜と次の日、本当、うん、僕いつも行くとこやっぱ美味しいと思うよ。本当、うん、そこ、あの、小沢さんご案内したもん。へえ、なんてとこ、お店の名前は差し支えなきゃ、なんだっけな、思い出せない、思い出せない。行けるけど思い出せない。そう。あの商店街の中にあるんだよ。地下のとこでしょ？じゃない？地下のとこ。あ、行った、そこ。行った。そこでみんな、ローメン美味しい美味しいって言ってた。あそこは美味しいでしょ？うん。美味しい。なんかちょっと特別なローメンらしいね。うん。うん、僕だから、稲は何回もローメン食べてるけど、うん、あそこかなりレベル高いと思うよ。へぇ、あと、あそこのソースカツ丼もレベル高いと。そう、あそこでソースカツを食べたの、ついた日に行く。うん。あそこはだって美味しい。一番外れがない、あそこ。そうだし、なんかその、いわゆる地方のランチに来て、うん、ソースカツ丼結構値がする。1400円。そうだね。1400円とか忘れたけど、だからその分の価値はあったなっていう感じ。うん、あそこだって僕、伊那に住んでた頃、通ってたもん、この店。あ、そうか、住んでたんだもんね。住んでた。で、あそこめちゃくちゃ通ってたから。へぇ。うん。あそこ、だから一番美味しいと思う。伊那に着いて、初日にもあそこ、それはたまたま入ったんだけど、もう、カバン、じゃなくて、うん。旅に登ったまま、うん。天竜川はどこから見たらいいですか？高島に尋ねて入った。もうすぐそこでしょ。そこすぐそこだよって言われて。すぐそこに天竜が流れてた、うん。裏に流れてたから。うん。っていう思い出の店、あそこは。うん。いや、なかなか渋い街でしたよ。ね。でも、まあちょっと車がないとね。そうだね。うん。ちょっとね。お墓も行ったんでしょ？お墓。ん？お墓、清月の。あ、行った。着いた日に、前乗りしてくれた、その結社の仲間が車出してくれて、うん、高遠の方も行ったし。あ、高遠も行けた。お、清月の仲間も行ったし。結構いろんなとこ。そうそうそう。でも、墓はいいよね、あれ。卵みたいな形の。そうそうそう。ねえ。うん、あれ、やっぱり一回見とくと、清月の墓って言った時にすぐ。よく出てこない？なんか、清月の墓。出てくる。で、銀行だって出てくるでしょ。うん。うちは、清月期、清月の墓、多いね。
出てくる。なるほど。でもよくあんな有名になったよね、星月もね。昔誰も星月なんて言ってなかったよ。この10年でしょ。うん。編集。なんかちょっとなんか急にみんなさ、でも、昔から知ってたって顔するのも、なんかちょっと、なんか、いや、そんなことないぞと思ってるんだけど、なんか、なんか急にね、なんか、ねえ、なんか商売に乗っかった感があるな、というような気はしてるけどね。でも、稲の人たちは、だから結構、あれなんだよ、ずっと、星月が売れる前からさ、あの、稲瀬の書店に、ちゃんと星月の本が並んでて、ねえ、あれ偉いと思う。地元の人たちにはこう、愛されてる。そう、地元の人たちはしっかり星月を伝承してたんだよ。だからあの、竹入先生とかね、北村監督の先生の、出してる星月の本とか、ああいうのをね、ちょっともっとちゃんと宣伝してあげないといけないなと、うん、昔から星月をね、こう推してる人たちいう。そうだよね。最近乗っかった人じゃなくて。最近、まあ最近乗っかってもいいんだけど、その、こういうのが前のテキストとしてあったよっていうのは、ちゃんと紹介してあげた方がいいかなとは、思ってるね。で、8月が高野睦夫さんとの会談。これも大変だった。待って、その時系列で言うと、それは帯状疱疹の前。あと、直後。あと、直後、完治した後。完治っていうか、回遊した後。そうだね、もうそこ僕、お酒の飲み始めぐらいに近い。それは何の企画だったんだっけ？カルチャーかなんか？それはね、NHK 学園で、高野睦夫さんに僕がインタビューを取ると。おお。だから、ってことは、準備は全部僕がしなきゃいけないよね。そこで決まってから、睦夫さんの本を古書で買えるだけ全部買って、結構ね、お金かかったんだよね。なんかちょっと恨み節みたい。いやいやいや、でも昔のってさ、ちょっと、高いじゃん。確かにね。もうでもアマゾンとか、日本の古本屋でも競争だよね、こうね。で、うわ、ちょっと高いから行くかと思って。でも、なんかやっぱり、廃校支援でもお世話になってるから、その直前でも会ってるわけじゃん。そこで、信頼関係ができてるから、あ、こいつ仕事できないなって思われたくないじゃん。むつおさんに。むつおさんにがっかりされるのって結構傷つくじゃん。で、ここはやっぱりね、これぐらいやるっていうのを見さないといけないと思う。はいはい。まあ、そこは勝負ですよ。ガチです。しっかり準備して。やらないと。でもやるならもう徹底的にやって、高野むつおを今極めようって。丸裸に。丸裸になっちゃうか分かんないけど。いや、でもそれで、でもそれにあんまりないじゃん。僕らが高野睦夫さんとしっかりお話できる機会って。ないね。ないでしょ。ちょっと遊んでくれませんかとかなかなか言えないじゃん。遊んでくれませんか。近所の友達みたいな感じじゃないからね。ねえ、ちょっとやっぱりすごく格上の先輩だから。そういう人としっかりね、お話をする機会があったのはまあ、良かったね、なんか。でもそれがあったおかげで、今年ね、秋に、東北に行って、睦夫さんが、いろいろ案内してくれて。おー、高城。高城、奥の細道の周辺、結構案内してくださって。そうなんだ、いいね。いやいや、ありがたかったし、なんかそれもちょっと前に、1週間前ぐらいに電話かけて、睦夫さんに、この日にちぐらい、東北行こうと思うんですけど、もしよかったら、とか言って電話して。そっちから行くんだ。ねえ、わかりました、つって。もう快諾。すごいよ。そんな、もう、なんというのか。すごい年下で遊んでくださいって電話かけてくるやつなんか、そうそういないでしょ。本当にいないと思うよ。それは、対談をしっかりやったから、僕が。なるほどね。あれでちょっと信頼関係がより強まって。なるほど。で、夜、お寿司食べさせてくれた。だから、お寿司。あの時に、あ、NHK 学園の仕事やってよかったって思った。
何が美味しかった？あの、貝とか美味しかったね。お酒。お酒用に2本用意してくださった、うん。すごいでしょ。いや、四合瓶だけど、四合瓶の味が違うやつ。あ、同じ。同じやつの、そう。うんうん。なんかその辺がね、なんかその気遣いが、高野睦夫さんだなと思ったね。へぇ、羨ましいね、うん、それはね。いや、あれはね、最高だった。うん、まあ、それね、単に遊びに行ったんじゃなくて、うん、あの、10月に砂町で公演したのよ。砂町の公演は多分僕初めてで、関東大震災と俳句っていうかなり重たい内容で公演をやってくれるっていう。100年だったらね、今年はね。100年だから、うん、で、なんか、それもあって東北に行ったのよ。水沢ってあるじゃん。東北の、うん、宮城の、うんうん。水沢。水沢宮城だっけ？あ、宮城じゃないや。岩手。岩手だ。岩手だ。うん、そうだ、ね、怒られちゃう。で、水沢に、あの、後藤新平記念館っていうのがあるの。おー、あるかもね。うん、出身者の地元の英雄だから。うんうん、で、後藤新平が、関東大震災の時の結構指揮を取った人だから、うん、東京市長もやってて、うん、でこれをちょっとね、あの、勉強しに行こうと、その資料館に行くのがメインの目的で、うん、なるほど。でその部下が、震災時の市長の永田聖蘭。そっかそっか、そうなのよ。だから永田町のね、そういうのもあるから、うん、結構あちこち関東大震災のイベントとか、うんうんうん、資料館とか、うん、に飛び回ってたのがこの秋。それが終わってちょっとやっと落ち着けたかなっていう。うん。その後はね、10月の終わりぐらいにあったあの角川庭園の、堀田希香さんが司会で小島奈緒さんと3人で、うん、俳句と短歌みたいな話をするっていうイベントがあって、多かったよね、俳句と短歌。俳句と短歌、うん、つなげる。そこで小島奈緒さん初めて、うん、目にかかって、うん、うん、いや、なんかすごいね、魅力的な人で、うん、うん、まあ、明るい感じの、話してることもね、分かりやすいし、うん、ただなんかそこでね、短歌作って出さないといけなかった、僕が。へえ、読んだの。うん、で小島奈緒さんが俳句作って、うんうん、で、僕は短歌を作って、それがね、きつくて、短歌作るのが。うん、なんか、照れない？短歌作る。うん、俺、パリの時の仲間と、いまだに、たまに歌会をやらせてもらってて。あ、今はやってるの？うん、ほんと1年に何回かだけど、あ、いろんな結社の人が集まってるから、うん、いろんなタイプが出るんだけどね。難しいわ。いまだに、あの、持て余してる。なんか、あの、なんかね、小島奈緒さんが言うには、うん、短歌の人を、ちょっと句会行こうよって言うと、みんな、行く行くって来るんだって。やっぱ興味がある。その言葉を使うことにね。うんうん、ただ、うん、俳句の人を歌会に誘うと、いや、いいですって結構断る人が多い。なんかそうかもしれないなと思って。短歌を、そうだよね、あの、なんというか、その歌集を読んだりとかね、そういうことは別に楽しいと思えるのよ。うん、短歌自体が嫌じゃない。なんか、うん、ただ、自分が短歌を作って人に見せるのが非常に照れくさい。そうそうそう。自分をやっぱさらけ出さなきゃいけないのが強い、うん。なんというか、私の心を人に見せるっていうのが耐え難いところがあって。それができないから俳句やってるようなところあるから。そうだよね。え、ちなみに、あの、うん、お母さんの方とはコンタクトあったりするの？ないないない。はい、なんか、うちの師匠はだからよく一緒にお仕事してるでしょ。うんうんうん。まあ、結構ね、レンクとかね、俳句の方ともいろいろやられてるイメージがある。そうそうそう。だから、僕の先生は結構いろいろやるじゃん。うん、そうね。僕はね、いろいろあんまりやらない。だから、レンクもやらないし。ああ、それは、腰なのに、みたいな。そうそう、腰なのにってとこあるでしょ。先生もやるし、うん、周りの人、レンクやる人多いから、うん、
別に教えてって言ったら、すぐ、喜んで教えてくれそうな人たくさんいるし、キリンの中でも連クやる人もいるから。うん。ただ、多分僕ね、連クは、いいものだと思ってるのよ。やった方がいいとは思うのよ。廃、うん、人たるもの。うん。やらないと、芭蕉の心がわからんっていう意見もわからんでもないんだけど。なんか四谷龍さんもなんかそんなこと書いてたね、最近ね。そう。四谷さんもやってるし、浅沼白さんとかも。ね、うん。さあ、ちょっと教えてくださいよって言ったら絶対教えてくれるんだけど。うんうん、ただね、やりたいのは、多分僕、チームプレイができないんだよ。なるほどね、うん。みんなで一つのことをやることが多分苦手なんで。スポーツでいくと野球は結構好きなの、僕。うん。野球はチームプレーだけど、1対1の部分も結構あるじゃん。そうだよね。ピッチャーとかった、うん。うん。1対1がいっぱい繋がってるって感じだもんね。そう。ラグビーとかサッカーとかダメなんだ。あ、ダメ、ダメ。バスケ、あんまり。バスケ好きでしょ、でも。スラムダンク。スラムダンクが好きなだけだよね。そううん、ラグビーもなんか、みんなが見てるやつしか見ないよね。なんか、国際試合というかね。うん、あ、それは見るのか。でもよくわかんないよね。ルールがわかんないからさ。わかんない。わかんない、うん。なんか、テレビ見てたら点が入ったら点が入ったんだなって思うぐらいの感じ。別、う、に、ん、なんか、大きい人たちが、うん、なんか、ゴツンと戦ってるのを見るのは、面白いなと思うけど、ルールが分かんないものをひたすら見てるから、うんうん、なんかでいまいちね乗り切れないとこはあるね。やっぱ、うん、野球はシンプルじゃない？そうね。うん。投げてきた球打ち返して3点いった1点だからね。そう。打ったか打てなかったかしかないじゃん。うんうん、まあじゃあ今年一番大きかったのは稲荷等々憧れの稲荷って感じ。そうかな。あとは、まあ、職場に町田光さんが来たっていう。うん、ああ、すごいね、それね。うん、お話。ニュースなんだけど、まあ、うん、ちょっとお話しさせてもらったりするし。仲良くなったりしない。まだね、仲良くっていうほどではないんだけどね。あの、挨拶ぐらいですかね。うん。毎日来てるわけじゃないから。週に1回か2回ぐらい。特任教授っていう形で。お酒やめたんだよね、町田光さん。そう、断酒してるから、あの夏も、うん、あの歌舞伎町の矢部屋で懇親会があったんだけど、うん、多分で別テーブルだったから見てないけど、うん、飲んでないのかな。いや僕さ、町田光さんのあのヘラヘラ坊ちゃんっていうエッセイがすごい好きで、へえ、すごい若い時そう読んでて影響を受けて、うんうんうん、そのヘラヘラ坊ちゃんっていうのはこの町田光さんがめちゃくちゃ酒飲んでめちゃくちゃだった時代のエッセイで、うんうん、で、もうこんなに頑張ってやっとんのに全く歌が売れんと、わしはもう怒った、もう知らんっていうような感じで始まるんだけど、うん、で、朝からずっと酒を飲んで時代劇を見続けるっていう日々を過ごしたんだって、うんうん、っていうのが載ってて、うん、で、それにすごい憧れてて、あの仕事をね。初めて就職したとこ辞めた後、1ヶ月ぐらい、うん、これやってみようと思って、うん、朝から酒を飲んで、うん、時代劇、うん、あのね、飽きる。朝から酒飲むのも飽きる。うん、そんなに面白くない。うん、飽きる飽きる。あ、友達と飲んでるから面白いんだよ、お酒。うん、朝から飽きるしね。面白くない。時代劇もね、飽きる。うんうん、そうか。続けてみるもんじゃないですよ。うん、大河ドラマみたいに、ストーリーが続けばいいけど、うん、で、1話完結をずっと見続けるわけでしょ。うん。あれはおかしくなるよ。やったとこがすごいですよ、それね。うん。そう、だからなんていうのかな、まだ町田町蔵だった頃のさ。うん。犬ね。犬時代ね。うん、あれ、だって、壁に飾ってたもん、あの CD。結構好きじゃん、じゃあ。そう、結構好きだね。あれ、結構聞いてたもん。うん、そうっすか。なんか、すごく今、ちゃんとした人になったじゃない。古事記の、なんか、現代語訳とか。そうですよ。三等科の本も出したしね。だから教授だから今ね。そうそうね。だから僕の中の町田町蔵が
なくなってしまったような寂しさは少しあるけどね。うん、ただずっとあれでは生きていけないと思う。体を絶対壊すから。うん。うん、いやいや、そうね。結構ニュースなんだけど、あの、先生たちは盛り上がってるんだけど、学生にそれが伝わってないっていう。ああ。知らないのよ。その、小説家としても、もちろんミュージシャンとしてもそうだけど。めちゃくちゃな歌歌ってたの、知らない。だそれをさ、学内でずっと、かけときゃいいんだよね。かけときゃいい、あれ。すごい歌だよ。飯食うな。飯食うなね。スカッと地獄とか、なんかさ。ね、だ今でもビレッジヴァンガード行ったら売ってんじゃん、犬。そうね、東京出てきて何が楽しいって、最初ビレッジヴァンガード楽しかった。いや、ほんと、いや、なんか、ああいうさ、いらないものしか売ってない店って大事だよ。そう必要なもの置いてないもん、あそこ。そこが楽しいんだけどね。初めてビレッジヴァンガードと新百合ヶ丘のオーパーの中だったんだけど、なんか、こんなに面白い。お店があるよって友達にすごい言ったらみんな知ってて。ビレッジヴァンガードは有名なんだ。うん。そこ初めてね、自分のなんか田舎者具合が分かったね。へえ。みんな知ってた。あれはでも東京にしかないものなの？東京はあるじゃん。ね、名古屋が本拠地じゃない。そうなんだ。あ、社長名古屋だよね、あの人。へえ。名古屋最高みたいなことよくなんか文章書く。一番、ほうほうほう、いい町名古屋で、うん、書いてあるんだ。あ、それはあんまり気にしたことない。僕だって社長の本とか読んだことある。ビレバンのかなり好きでしょ。町田町蔵とビレバン、そういうサブカル、ね、アルバイトの面接に行ったことある。ビレバンの、ビレバンの新百合の、うん、新百合の、あの正社員になろうと思って落とされた。あの辞退した、あの受けには行ったんだけど、学生で自分が実家住まいとか、うん、あとアルバイトはいいと思うけど、正社員で暮らしていくのはきついんじゃないかな。そのバイトから上がっていって店長とかになると多分普通に暮らせるんだけど、うん、はいはいはい、そうするとめっちゃくちゃ忙しいんだよね、確かね。すっごい電卓カチ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 やったんだけど、どう考えても生活できなくて、うん、いや、あの、いや、ちょっと無理、やめますって言って電話かけちゃって。へぇ、危なかったな。20代。20代、20代、23、4。で、それやめて、あ、なるほどね、そこから銀座時代が始まる。警備服を着てた。警備服と、まあ、スーツだったけどね。あ、スーツだったの？うん。俺、勝手にあの、警備員の服着てるキリンを、あれね、あんまり好きじゃないから、スーツみたいな。好きじゃないって選べんの、そんな。あの場所だよね。ブティックはああいうの着ない。へぇ、そうか、うん。ビルとかの警備員なのかと思った。違う、ブティックとかの、あの、うん、なんか。ブティックっていうのもなんか久々に聞いたけどね。合コン。電話中。なんかね、あのドアを開けたり閉めたり。なるほどね。あ、それは結構高級な、あれじゃん。チャネル。高級よ。ルイ・ヴィトン。なんかまあ、店は、ラジオでは言わないけど。うん。そうね。だから、銀座時代の前に、一回、ビレッジヴァンガードにアルバイトの面接に行ったっていうのは、思い出残ってるね。なるほどね。いや、いい話聞かせていただきました。いや、僕、だからさ、なんか結構、周りの人見るとみんなキラキラしてて、なんかちょっとこう僕だけ苦労人みたいで嫌だなっていうのはよく、僕だけ林芙美子みたいな感じで。僕だけ林芙僕だけ林芙美子で、みんななんか結構芥川とかそんなばっかりやから、なんか、それ時々感じるけど、なんか、あの痛みのわかる人っていうのは、まあ、主催としてはいいんじゃないかと思って、主催がスーパーエリートだったらさ、僕はそうじゃないって、ちょっと、親しみを持てない人も出てくると思うんだよ、うん。難しいよね、そのね、実人生というか、その、本業なのか、俳句からすると裏の顔なのか分かんないけど、そことも、ね、切り離せないからね。そうなんだよ。そうなんだよ。いや、でもなんか、大人になってからは、あまりその妬みとかそういうのが、だいぶなくなってきたから、うん、あいつ金持ってる。けしからんとか思わなくなってきて、若い頃はそれを抑えるのって大変だと思うね。ああ、
けしからんと、うん、けしからんと思わないけど、うん、あ僕はあいつだとは違うんだみたいな卑屈な思いはやっぱり多少あるよね、やっぱりね、うん、あるけど、まあだんだん抜けていくよね。それが抜けていかないといじけた人になっちゃうね。うん、うん、だってもう、いつ頃からっていうの自覚はあるわけ。ああ、でも になったな。30超えてから大人になったか。それまでは、あ、そう。荒ぶってたんじゃない割と。あんまり見てないのかな、荒ぶ、そんな卑屈なイメージは俺ないかな。あ、別になんか荒れてたりはしてないよ。人に対して尖ったりとかはあんまりないけど、うんうん、やっぱりちょっと心の闇はあったと思うよ。うん、今から思うと。でも、賞を結構いっぱいもらったじゃん。うん、そうすると少しずつその何ていうか俳句の世界の人たちは認めてくれるとか、うん、はいはいはい、そこでちょっとね心が救われていくとこがあって、うん、僕は確かに人生は怪事みたいな感じだけど、でも俳句の世界では割とみんな大事にしてくれるみたいな、そのこんなに安心感、うんうん、そう、でもそういう人結構いるんじゃない、俳句の友達は僕のことバカにしないぞ、うん、でこうそのシーカの仲間のことが大事っていう人は、うん、多分どのジャンルも多分そうじゃない、なんか一点だけ特化したタイプの人って、うん、絵とか音楽とかさ多分あるよね、ちょっとね、生きる道としてはね、うん、まあ、みんな平等だから、ね、じゃあちょっと今年一番嬉しかったことと辛かったことで話すもう今話してきたんじゃないの結構、えあの病気のこととか、あ、病気ね、病気は辛かったね。ちなみにさっきのは何だったの、テーマはイベント、2023年の出来事だって、あ、今年どんな年だったかって話、あ、どし年だったかっていうことで喋ってきたのか今までね、うん、そう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 、もういいんじゃない、時間的にはあのそろそろもう来年の抱負でいいんじゃない、来年の抱負大丈夫、いやいや時間が、あ、いいよいいよ、うん、うん、来年どんな年にするかな、翻訳ですよ、翻訳、翻訳だよね。だから、ええ、まあ今年と同じようにやれたら上出来かなぐらいに思ってる。うん。うん。今年が、2年目でしょ？決勝。そう、2年目。2年目。うん、1年目って、もう楽しいことしかないのよ。うん。うん、もう仲間がどんどん集まってくるばっかりで。うん、まあ、楽しい楽しいばっかり。うん、今さ、よく会う人は月に 4,5 回会うわけよ。おー、会う人、そう。うん、4,5 回会う人とかもやっぱある。結社のメンバーでってことだよね。結社のメンバーで。新しく集まってくれた方で。うん、うんうんうん。そうそう。そうするとさ、もう、マブダチだよね。マブダチっていう感じなのか、その、家族みたいな。ね、あ、でも家族、家族っぽい。うん、うん、年齢も性別もバラバラ。だけどいつも一緒にいる、うん、ね、うん、で集まればちょっと寝食、まあ寝はしないけどさ、寝はしないけどね共にするじゃん、うん、食を、うん、うん、そうだからやっぱり仲良くなるしね、回数重ねると、うん、うん、うん、そうするとね、まあ2年目3年目の課題っていうのは多分出てくるよなと思って、うん、まあ3年ぐらいで、ね、うん、人を段落というか、うん、そんなことまだがむしゃらに行っていい時期じゃない、がむしゃら、そう、まだまだ勝負ができるかな、あとはあれ、あの辞めちゃう人もあるじゃん、うん、それ多分これから経験するんだよ、多分辞めちゃう人、うん、いろんな人から言ってたよね、そう始まる頃から言ってた、うん、あれやっぱ入ってくるのはものすごく嬉しい、あの誰かが入ってくるとき、なんか仲間が一人増える感じすごく感じるけど、やめていくときはね、もう本当なんか心がもげる感じがする、なんかまあ、うん、その人のことをね知ってれば知ってる、うん、ちょっとなんか心臓なんか鉄のなんか感じでなんかねこう裂かれるような、うん、でもみんな事情があるから、そういうこと、そうだよ、別にキリン主催が嫌で辞めるみたいなことじゃないんだからさ、多分大抵は、でもなんかでも両方あって、まあ、体調とかさ、うん、
家庭の都合とか仕事とか、うん、あとまあ俳句の情熱が冷めてしまう。いろんな、あとまあ金銭面もあるでしょ。一応、年会費も払わなきゃいけないし、区会って区会費払わなきゃいけないし。でもまあ、どこかで、ちょっと、あ、ここじゃないなと思って辞めるのも、そのいろんな理由の中のちょこっとに含まれると思う。辞めていく人には。うんうん、それがね、ああ、もっと楽しませてあげたら辞めずに済んだかなとかね、いろいろなんか思うね。うん、自分が主催だったら、うん。あれがね、すっごい大きい結社の先生は、そんなに感じないのかなとかね。一人一人の認識をどれぐらいしてるか怪しい。まあでも、こう、弟子からすると思っててほしい人であってほしいよね。そういう。それはね、それはもちろん。うん、もちろん、もちろん。今だから150ぐらいかな。一般会員が。150ぐらいだと全員なんか、やっぱり、認識してるかもね。これがもう今3000人の決算がないかもしれないけどね。3000とかあったら、ちょっとよくわかんなくなってるのかなとかね。うん、昔の。そうね、だとやっぱり。昔のホトトギス運もとかね。まあ今、500いる決算も少ないんじゃない？なんか、選択肢が多いじゃん。なんか分散するような気がするよね。なんかホトトギス足火しかないとかじゃない？まあ、経営の問題とその指導っていうかね、どのくらいで顔が見えなくなるかっていう際の問題があって、うちなんかは300がマックスっていうことで立ち上がったんだよね、確か。あ、それ以上はいらない、うん、やっぱり稲尾さんが300超えると、誰か分かんなくなっちゃう、誰か分かんなくなっちゃうというか、指導ができなくなっちゃうから、まあ、それを目指してずっと。あ、そうなんだ。マックス300。うん、マックス上限設けてたもん。あの編集部との相談で。で、それで紙面作りで、何ページまでこの組み方だと俳句になるから、エッセイは絶対3分の1を超えないようにするっていうルールを設けて。へぇ、まあ、あくまで会員中心の俳句の雑誌っていう。あ、すごい。そんなに考えられてんだ。うちはすっごいざっくり。まあ、でもいいんじゃない？薄さというかね、いろんな方がいるっていうのがパッとわかるし、文章も、いろんな方がいる、ね、うん、まあまあ、外部に頼んでないから、結構お金がかかんないとこがあって、そうだね、会員にどんどん書いてもらう分にはね、ページが増えるのは全くいいことだから。やっと、本気でやっていい。だろうなって思うな。金管、新年の1月号の関東圏だけ外部に依頼してるだけ、今年は大変だよね。構成向きを使うし、そうそうそう、あと借金もね、出さなきゃいけない。いや、そうよ。だって うちあれよ、新年会やるんだけど今度、キリンで、キリン1周年のお祝いをやろう。町中華の2階を借り切って、今ね、40人ぐらい、なんかもう。大宴会だね。大宴会。一回もね、やってあげてないのよ。公式の飲み会を。うん。1周年、いいんじゃない？1周年の。だから、関西区会は人数が少ないから、公式飲み会があるんだけど、東京区会は、やっぱり人数多いから、なんか3、40人でお店行けないじゃん。区会が終わった後。そうすると予約しないといけないから、大変だから公式の飲み会っていうのはやっぱりやってないから、もしかしたらちょっとお話ししたい人とかもね、多分いるだろうから、ちょっとちゃんと一席やろうかという話で。でもなんかホテルとかはね、うちはあんまり似合わないから、町中華はいいんじゃないかっていう。気楽なところでやろう。いや、飲みがいいんだったら全然いいんじゃない？で、あんまり、スピーチとかもやめようと。もうとにかく、ちょっと、お互いおしゃべりさせよう。なんか、だいたいさ、集まり行くとさ、偉い人がずっとスピーチしてて食べれないから、もうそういうのはやめようと思って。さっさと乾杯して、あと好きにさせようかな。なんかちょっとそれは、今楽しみに
ちょっとね、世話役の人たちは多分ね、大変だろうなとは思うけど、うん、まあ、なんとか力を合わせてやりたいな。うん、あと、みんなに飽きられないようにしたいね。今、うん、月に何回も会ってるから、もう飽きたなって思われると、まずいから、ね。張り合いがなくなってきて。まあ、だから、常にちょっと、うん、まあ、先駆だよね。先駆でドキドキさせてあげないとまずいなっていう思いはあるから、うん、こっちもなんか腕を落とさずにやらないといけないね。うん。うんうん、あ、そうだね。うん。先駆大変だろうけど。俳句大変だよ、うん。うん。なんか月に5回ぐらいやっても、うん。その、この区会にはこの人が来る、この区会にはこの人が来るってメンバーが変わるから、うん。でも僕は全部出るから、うん、僕はなんというのかな、全部それなりの句を出さないといけないじゃん。それがとても大変だよね。なんかね、常にストックがないから。結社で何個ぐらい今区会出てんの？ある。結社は5か。あ、5個。関西も含めて5個。うん、関西もいて、え、今ね、メールとかやってんじゃん。あるメール、オンライン、カレー、銀行、東京、で、5か。で、関西やるときは関西で6だけど、カルチャーがあるじゃん、僕。うん。カルチャーに、議員会員がいっぱいいるのよ。そうだよね。カルチャーが後ろに書いてあるじゃん。青山とか、奥久保とか、柏。そうそう、うん。青山、市川、柏、荻窪、うん、門川庭園、うん、うん、でオンラインもあるし、結構だね、10ぐらいはあるね。そうそうそう、だからそれも全部区会だから、そこもさ、区かぶれないじゃん。いや大変だね、10やっぱり、うん、区会は大変。うん、逆にその結社外の区会とかキープできてんの？それはそんで行ってくるじゃない？あんまり行ってない、もう。うん。うん、メールとかはやってるけど、うん、メールとズーム一本ずつぐらいかな。なんか、一応お誘いはいただいてるけど、うんうん、なんか、行こうと思ったら行ける状態にはしてるけど、まあ、それよりは、この数年はとにかく、自分の周りの仲間を大事にするのを優先かなと思うと、まあ、うんうん、そうだね。行かなくても大丈夫かな。で、まあ、だいぶもう、外見たから、今度うちに自分の中で深めていく時期なのかもしれないなとは、うん、うん、思ってるかな。新たなステージが。そうね。あまりにね、あっちこっち行くとね、それなりの俳句っぽくなるから、うんうんうん、ちょっと器用な感じになるじゃん、うんうん、どこでもまあまあ点の入るみたいな、うん、あれあんまりいいことじゃないから、うん、ちょっとねそれは気をつけてね、まあまあにならないよう、うんうんうん、そう、いや俺もその大学で区会をやることがちょっと増えた1年だったか、うん、で大学の授業の外でサークルみたいな立ち上がって、うんうん、まあ、それも月1回顧問っていう形でやったりとか、うん、まあ、あと授業で毎週じゃないけど、うん、やったりとか、あと来年から初めて3年生のゼミを持つのね。おー、そうで、その3年生は、まあ、普通4年生卒論書くんだけど、卒業制作っていう形で、まあ、俳句で卒業していく学生を受け入れることになったから、まあ、そうするとやっぱりね、自分のその出てた区会とかちょっと相対的に辛くなってくるっていうか、うん、なんかそっちで手一杯になっちゃって、あ、でもそうなるよね、うん、課題かなっていう。はい、銀館の区会はちょっと言ってる、まあ、若手の区会2つあって、うん、それだ2つなんだけど、まあ、1個はもうズームでやってるから、うん、出れるときは出て、もう一つの方は神保町でやってんだけど、そっちも行けるときは行ってっていう感じだけど、うん、ちょっと時間の取り合いになってて。あ、うん、それ伊能さんはいらっしゃる？うん、基本は線だけかな。あ、
まあ、たまにでも会うといいね、稲尾さん、やっぱり。そうそう、だからそういう意味では今年、稲尾に行った時は、割と会えたのよかった。たっぷりお話できた。でも会ってそうそう、横断が出てるっていう。うん、その後大変だったのに、前だから。結局、胆のうがんだったんだけど、ああ、そう。うん、まあ、切って、ただ、まあね、その傷がなかなか癒えなかったりってことで、まあ、年明け、復帰予定っていうことでね、元気みたいだけど。うん、まあ、でもしっかりお医者さん行った方がいいよね、稲さんね。まあ、ね結論からするとそうだね。俺も、痛風良くなってきたな、でも、今年。あ、どうしたの？お酒、控えた。そう、休肝日を設けて、薬を増やした。それ薬で抑えてんじゃん、それ。でも、久々よ、5.0 を切ったのは、もう。それはね、薬、それは。薬かな。やっぱり調子乗っちゃいけないよね。飲酒と食べ物って、なかなか落ちないでしょ。うん。薬、ぐんぐん落ちるでしょ、あれ、数値。ずっと変わんなかったの、あんまり。うん。6点いくつとかだったの、夏ぐらいまで。いや、僕はね、今、2回なったかな、発作、痛風。あ、そうなの？経験者2回。今まだ 2回だけど。これでも薬飲んでないの？飲んでない。大丈夫なの？そんな。大丈夫じゃない？飲んでないよ、全然。みんな飲み続けるもんよ。1回出た人は。本当？そうだよ。飲んでない。処方されてないな。それ一応お医者さんで、その痛風のなった時はしばらく飲む。その痛風の2週間とかなんかお薬もらうじゃん。うん、痛み止めとね。うん。うん、それ飲み切った後は飲んでない。へえ、じゃあ軽めだったんじゃない？あ、その。うん、あ、でも一応だから検査はしてるから、飲まなくていいっていう話。うん。うん、あ、そう。なんか普段の食を気をつければそれで大丈夫っていう。なるほどね。なんかね、弱った時に出る。うん。うん、何でもそうだよ。だから、初めて発作が出た時、コロナになった時に なったんだよ。いつだっけ？去年？去年か。うん。うん、あれ、もうどうにもならないよね。うん。死ぬほど痛いじゃん、痛風。痛い、歩けないから。死ぬほど痛い、うん、歩けないよね。ぴょんぴょん跳ねてて、本当に。そうそうそう。家、部屋の中張ったり、ぴょんぴょん跳ねたりして。で、お医者さんに行くのが地獄だよね、あれ。地獄、地獄。ねえ。どうにもなんないけど、それ、その時にコロナで高熱でしょ？まあ、要は体がやられたから発作が出ちゃったんだけど、あれはもう、地獄だったね。なんか痛風も出たっぽいんですけどとか言いながらなんかね、なんかとりあえずなんか薬もらって、うん、うん、あれ大変だったな、もうやだなあれ。また痛風の合併症はあんま聞いたことないね、確かにね。うん、ね。だからその後も結局なんかで病気で弱った時に出たんで、痛風が、うん、だからとどめみたいな。いや結構無理するタイプなのね。無理すると思う。疲れてる。疲れやすくなってくるから、だんだん。年だしね、もう、ね。だから、我々も、もう。安らかに暮れるように、ちょっと、頑張りましょう。ケアに。そうね。来年も、だから、これ撮った時のお互いがすごい老け込んでないように、頑張らない。そうそう、だから、これは、定期的にお互いを監視するっていう役割もあるから。そうだね。言語が、はっきりと物が喋れているかとか。記憶が。キリンちょっとさっき同じこと言ってたよみたいです。酔っ払うとよくあるけど、ね。酔っ払うとね。とかさ。だんだんでも酔っ払わなくてもそうなっていくような危ないね、うん。舌が回んなくなってきたりとかね。回んなくなるとかね。うん、でもだんだん、ちょっとずつなるんだろうね。でもね。怖い。記憶力でも、ね、落ちるよね、明らかに。落ちる。ねえ、うん。何を見ればそこに情報が書いてあるかっていうことを覚えようとしてるもん、最近。そのものを覚えることができなくなって。うん。うん。なんか、昔は本とか開かなくても結構覚えてたことが、あの本にはこれが書いてあるよなっていうような調べ方をするよ、ね、うん、
この間久々に舞台の評論の仕事が回ってきて、うん、なんでメモとかをちょっと取るんだけど、うん、暗闇だからさ結構読めないんだよね自分の字とかが、うんうんうん、で何を書いたかも覚えてないしもちろん見たものも覚えてないしそこからどう書くかってすごいね大変ですよ。いやー大変だよ。でも次の僕らの50のステージはもう一つ想像つかない世界に入ってるでしょ多分。そうそう。でもこのラジオの積み上げの果てに50歳が待ってるから、なんか見たいよね僕らがちょっと老いた時に若い頃に撮ったこの収録を見てあの頃は元気じゃったみたいな、なんかそういうそういうね僕らの振り返りとしてまだ80ぐらいでもこれなんかやってたら面白いけどね。カモと尺取りーとって何やりながらねもう誰が聞いてるんだって何回も同じおじいちゃん同士の話を誰が聞いてくれるんだというところもあるけど、ね、なんとか厚労省とか欲しいわ。欲しい。欲しい。続けてたらね、なんか。そうそうそう。そんだけこう俳句をね、全世界に。俳句をね。そう、だから意外と聞いてくれてるからね、なんか、俳句甲子園で聞いてますって言われて、そんなに若いのにこれ聞いても何のためにもならないのと思ったけどな。おじさんの方の話、ね、おじさんのあんまりためになること喋ってないからね、あんまり聞かない方がいいんじゃないかなとか思ったけどね。そうだよ。帯状疱疹と。帯状疱疹と痛風の話だから。ねえ。いや。痛風と。うん。何の役にも立たない。はい。まあ、来年もね、健康第一で。はい。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。ちょっとね、収録のペースを上げることが、じゃあ、目標。もうちょっとね、なんとか。難しいからね。でもまあなんとかこの時間を取ることでちょっとこう人とおしゃべりをする時間を取るとかいうようなところもあるから、うん、まああんまり開けるとまたね半年とかすぐ開いちゃうから、そうだね、もうちょっと短い時間でね取るようにしましょう。じゃあ皆さん良いお年をっていう感じなのかな。そうだね。じゃあそれで今年は締めましょうか。はい、はい、では皆さん、では良いお年を。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 何回言うの？バイバーイ。バイバーイ。